地震発生から72時間が経過しました最大震度7の地震があってから5強という強い揺れの余震も何度も襲ってきています改めてになりますがこの震度7という地震の規模大きさですね教えていただけますか はい、あの私です、ねあの、東日本大震災が起きた時にですに、ね、仙台市に住んでまして、えー、震度6強のです、ね、激しい揺れを経験しております。はい、もう震度6強の激しい揺れというのはもう建物のきしむ音ですとかそれから物が倒れる音、壊れる音人の悲鳴、本当にです、ね、いろんな音がです、ね、混ざって恐怖感が湧いてきましたし、はい、何よりもですね 本当にそ,その揺れがです、ね、1分で終わるのか2分で続くのかそんなわからない中でとにかくひたすら揺れに耐えるという,ふうな、うん、あのことをけあの経験していますさらに、その,後のですね、その電気もガスも水道も使えない中でどうやって自分たちがいつ支援が来るかわからない中でこう生活していくのかそういいったた、ね、不安もございました見えない恐怖心や不安と戦っていかなければならないということなんですね。はい さあ、能登半島ではこれまでもたびたび地震が起こっていますよね。はい、あの今回はですね、2007年のマグニチュード6.9を上回るマグニチュード7.6。また地震活動は150キロと広い範囲に広がっています。さらに3年前、2020年12月から地震活動が活発になっていまして。 去年五月にも震度六強の地震が起きています。はい、なぜ、これまで地震が頻発してしまうのでしょうか。はい、あの今回の地震は、ですね、その押されたことによって起きる、はいあの。逆断層型の地震だって言われてまして、はい、えとその押す力にですねあの。水がですね、関わっていたのではないか、というふうな、えーとですね、説も発表されています。はい、ただし、こういったですね群、まあ、いわゆる群発地震という地震は、ですね、その。 いつ始まっていつ終わるのか、うん、それからいつですね一番大きな揺れが来るのかこういったことをですね見通すことはですねなかなかですね今のちょっと科学の力ではですね難しいのかなというふうに思っています、はい、そうしますと静岡では南海トラフ巨大地震が心配されていますが今回の地震の影響というのはありますか。 はいあの今回の地震の震源がですね、はい、南海トラフからですねだいあの少しですね距離が離れてますもんですから、ええ、え直接、ですねその今回の地震がその南海トラフの地震の方に影響を与えるというふうな可能性はですね、はいうん、え小さいのかなというふうに思ってます。はい はい、ただしです、ね、そのあと静岡県では今南海トラフのような巨大な地震に注目が集まっているわけなんですけども、うん、今回の地震のようなです、ねまあ、直下で起きる地震それから海岸の近くで起きるその南海トラフの地震よりはマグニチュードがです、ね、少し小さい7とか6のです、ね、地震に対する備えが欠、ね、けているんじゃないかというふうなことをです、ね、そういった ことをい今一度ですね確認していただければなというふうに思っています。はい。能登半島の今回の地震というのはこの直下型地震なんですよね。はい、あの今画面の方にも出ておりますけれども、えっ、ー、とあの真ん中の能登半島についているいちあのちょっと大きい丸のところがですね今回の地震の震源でございまして、その周りに広がっている小さな丸のところがですねえっ、ー、とその余震の分布になります。はいそ。それからですねその赤い枠がですねおおよそその150キロの 範囲を示しておりますけれどもこの150キロの範囲で断層がずれ動いたんじゃないかというふうに今考えられているというふうなことになりますあの過去にこのような地震というのは静岡でもあったんでしょうか。 はい、あの静岡県内ではです、ね、あのこっち今、画面に出ておりますものがです、ねええ、ちょうど能登半島と同じスケあのサイズで,です、ね、表示させていただいたものなんですけども1974年の伊豆半島沖地震ですとか1978年の伊豆大島近海地震こういったものがです、ね、まさにあの今回の能登半島の地震と同じような、えー、断層のずれによるです、ね、地震ではないかなというふうに思います。 心配されることというのはどういったこことでしょう、はい、こういった地震がです、ね、直下で起きますので揺れが激しくなるということと、うん、津波がです、ね、短時間で来てしまうかもしれないこういったことにです、ね、心配していただく必要があるかなというふうふに思います。